おはようございます、こんにちは、こんばんは、お元気ですか？前回の英語が通じないのはあなたの英語能力以外に原因がある可能性がありますっていう動画を上げたんですけれども、それに引き続きまして今回は、じゃあではどうしたらその問題点を克服することができるのかという本題に進みたいと思います。それはズバリ、自分が英語で喋っているのを録音して聞いてみることです。自分ではちゃんと発音できていると思っていても、客観的にどういうふうに聞こえているのかを検証するには音声を取ってみることが一番手っ取り早いです。思わぬ発見が次から次へ出てきます。この手法は以前自分で録音したことで、それがきっかけとなり、その後の学習の指針を裏付けたので、何といっても自分の経験に基づいているので一番確実な方法だと思ったからです。大学の時、パブリックスピーキングの授業が必修科目としてありました。たった4ヶ月程度のクラスでしたけれども、就職した今でも人前で話すことの大切さについてはしみじみと感じさせられています。パブリックスピーキングがちゃんとしていないと、大きな会議では自分の主張がうまく届けられないどころか、隣の人に話しかけるような調子では、いくら有意義な発言をしていても、会議室にいる全員に何を言っているのか全く伝わりません。これはネイティブにも当然言えることです。そのパブリックスピーキングの授業で、各生徒によるプレゼンがありました。私も大勢の生徒の前でもちろんプレゼンすることになり、そこで初めて自分のプレゼンを練習の一環として本番前に動画に撮ったのです。自分ではちゃんと大きな声を出して分かりやすいように喋っているつもりでも、ところどころ早口になっていたり、意味の分からないところで変な間があったり、声が小さくなったりしていたのがとても意外でした。強調したいところがうまく伝えられていないと感じたり、視線が一箇所に留まっていたり、数えれば本当にキリがないくらい問題点が見つかりました。最初は音声と言いましたけれども、できれば動画が最適だと思います。自分の姿勢の悪さに気づいたり、緊張している自分の姿が表面化していたり、とにかく反省点がもう次から次へと上がってきます。どういった仕事に就くかでパブリックスピーキングの重要性も違ってくると思うんですけれども、人前で話すことがないお仕事でも英語を使って外国にいるスタッフと話したりする機会もあるかと思います。ぜひぜひまだやってみたことのない人は試してみてください。思わぬ発見があるかもしれません。それでは今日はこの辺で終わりにします。何か参考になる発見があれば嬉しいと思います。それでは失礼いたします。